皆さんこんにちは、イナワク TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。さて、私はよく YouTube 講座とか、それからオンラインですね、オンラインのレッスンを行ったりしています。その中で YouTube の話をしていると、自分は YouTube のチャンネルはやっていない、持っていないという方が、実は開いてみるとほとんどの方が持っていたりします。そうするとね、本人はびっくりされて、いや自分はチャンネルなんて作った記憶がないっておっしゃるんですね。皆さんどうでしょうか。今日はこんな話を中心に、なぜ YouTube チャンネルができてしまうのか、まずは確認からしてみたいと思います。インターネットブラウザーを起動します。今画面の右上にレイコとありますよね。実はイナワク TV ではなくて Google のアカウント、私はいくつか持っているので、イナワク TV のアカウントでないものを今ログインした状態になっています。レイコと書いてありますから、イナワク TV ではないことがここでわかりますよね。ここでここクリックしていただくと、ここにチャンネルを作成とあります。つまりこのアカウントはチャンネル持っていないんですね。そしてこの下には YouTube スタジオとあります。これは YouTube のチャンネルを持っていると、その中でいろいろな管理ができる画面に推移するんですが、このスタジオを開けてみると、要はチャンネルを持っていないので、このような画面になります。名前があって、ハンドルとあって、この右下にチャンネルを作成とあります。これを押して初めて YouTube のチャンネルを持つことができる、このようになるんですが、これをご自身でやった記憶があれば、チャンネルというものを自分で持っているけれども、ただ自分は動画を上げていないだけというのがわかると思うんですね。ところがそうではなくて、実はチャンネルってできてしまうんですね。では自分のチャンネルになりますが、これ開けてみます。本当に教える、画面止めます。この下にこのようにいいねとか、それからまあ低評価とか、いろいろなボタンがありますが、ここでいいねと押しても、まあ高評価だけになりますので、見たりそれから高評価を押したりすることができます。ところが、ではやってみますね。コメントを書いてみます。まあ自分で自分にはなんですが、こんにちはとします。ここでコメントをクリックするとします。今回しませんが、この時にここ見てください。この操作を完了すると、チャンネルが作成され、 YouTube の利用規約に同意したことになりますと、ほんとちっちゃな文字が書いてあるんですね。これを見落としてコメントをすると、これでチャンネルができてしまいます。だからコメントを書いたことがある人、これは必ずチャンネルを持っているということになります。要は何が言いたいかというと、まあ初心者の方にはいつも同じことをよく言います。それは何かというと、よく読んでということを言っています。これもそうですね。そんなことをしてるとね、時間はかかりますが、自分が納得してやってもいないのに自動的に同意したということになってしまいますよね。知らない間にというのは、ネット上では言い訳ができないんですよね。ここが難しいところでもあります。意図していないのに、このようによく読まないでサインをしてしまったりすると、同意したことになってしまいます。YouTube だけではなく、いろいろなところで安易に操作をしてしまうと同意したことになってしまう、このようなことがありますので気をつけてくださいね。これは別にチャンネルを持っていたからって何か災いがあるでも何もないので、安心していただいていいんですが、ご自身がチャンネルを持った記憶もないのに、実はじゃあチャンネル作ってみましょうと言って確認すると、本人が驚いているんですね。自分はチャンネルなんか作っていない、いつできたんだろう、なんでできてしまったんだろう、こんなようなことを聞くことがあります。
皆さんもチャンネルできているかどうか確認してみてください。まずそのアカウントでコメントを書いたりしていれば、間違いなく同意してチャンネルが作成されているということになります。今日は短い動画にはなりますが、 YouTube だけではなくて、やっぱり一つ一つの文字をよく読む、これを気をつけていただきたくて短い動画になりますが上げることにしました。稲垣 TV ではこのように初心者の方、中高年の方がデジタルライフをエンジョイしていただくためのノウハウを投稿しております。まだチャンネル登録お済みでない方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。グッドボタンというのは、チャンネル作らなくても高評価ボタンできますからね。ただし YouTube をもっと効率よく楽しく使いたいためには、やっぱりチャンネルはあった方がいいですよね。皆さんのチャンネルはどうでしょうか？チャンネルを持っていた方はぜひコメントいただくと嬉しいです。では今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。またねー。